パンクでーす。こないだね、ラーメン5510というね、できたばかりのお店へ訪れました。それでね、このね、お店の店頭でね、すごい張り紙を見つけたのね。ハイエロファントグリーン？我が名は華経院のりやき。我が友達アブトゥーの胸のために、左にいる友人、ポルナレフの妹の魂の安らぎのために、死を持って償わせてやる。このシーンね、かっけ。すごくかっけ。あ、ごめんごめん。それでね、このね、ハイカロリーってね、まあ、名前のごとくね、すごいデブリそうなんだけど、で、これで、なんか、まぜそばっぽいね、どんなね、ものがね、出てくるかね。てか、よく混ぜてって書いてあるから、まぜそばか。どんなのがね、出てくるかね、ちょっとね、頼んでみました。おう。いや、いろんな油と、あとさ、脂肪の油と、あとね、ニンニクどっさり、それにね、マヨネーズいっぱいかけてね、バーナーで炙って出てきた。これは確かにね、ハイカロリー。そしてね、ハイリスクです。最初ね、このね、メニューをね、頼んだ時にね、ニンニクとね、生姜ね、どちらかにね、変えることできるんだって。で、どちらにしますかって言ったらね、ファン君ね、あ、すいません、じゃあこの後ね、彼女と会うね、予定があったからね、生姜の方でお願いしますって言ったんだけど、隣のね、なんか陽気なおじちゃんがね、ニンニクの方が美味しいよって言うからね、じゃあどうしようかなって言ったら店員さんがね、まあ、人のね、好みによりますけど、生姜も美味しいけど、ニンニクもいけますよって言うから、じゃあ、ニンニクお願いしますってね、頼んだ結果、お前ね、1メートルね、近づくなよってね、彼女からね防衛区域をね気づかれてしまいました。空中でもダメみたいよ。1メートルね近づくなとね、その日はね言われまして、いやもうね泣きたい。それなんでね、その日一日はね、どんどんタッチミーです。しゃあない。それでね、このね、混ぜそばね、やたらうまい。びっくりするほどね、やたらうまい。味はね、濃厚でね、濃いんだけど、上にね、チャーシューとかね、あと、キャベツ、あと、オニオンチップとかね、まあ、さっき言ったニンニク、それとあと、もやしとかキャベツ、それにね、マヨネーズを、なんていうの、バーナーで炙って、あとね、唐辛子っぽいのも入ってるのかな、とにかくいろんなのがあるのね、入ってるのね、この中に。でね、混ぜれば混ぜるほどね、いろんな味に変わるのよ。いや、これはね、やばい。これ本当にね、美味しいと思う。完食にね、近づくにね、連れてね、お客さん、まさか食べきると思いませんでしたってね、びっくりしてたのね。で、まあ、これぐらいのさ、量だったらさ、まあ、ファンク的にはさ、なんていうのかな、中ぐらいかな、思い出も。でもね、なんかちょっとせっかくね、お店の人がね、どうだって感じで提供してね、いただいたんでね。いや、すごかったと思います。でも普段ね、いろいろ、なんかすごい量食べてるんで、っていう話してたらね、ネットでいろいろやられてるんですかってね、聞かれたのよ。あ、はい、
って言うんでね、自分のね、ブログとかね、いろんなコンテンツをね、教えたのね。したらね、じゃあもっと今度、出しますって言うから、あ、本当ですかって。でね、野菜のね、増しがね、まずね、50円でね、やっていただけるのね。だからね、次回ね、これをね、マシぐらいやろうかなと思ってるのよ。20日ね、ちょっとね、またね、ここでね、仲いいメンバーとね、集まってね、来ようと思っております。それなんでね、急遽ね、20日ですが、もしね、時間がある方は一緒に食べてみないでしょうか。もちろんね、自分よりもいっぱい食べる方も大歓迎です。もしよかったらね、なんかブログとかやってるんでしたら、東京刺激クラブでね、紹介させていただけないでしょうか。量はね、ここ、無制限です。次回ね、どれだけね、調子込まないようにしますよ。失敗しないように。もうね、かれこれ3年失敗してないけど、あ、ごめんなさい。ラーメン忍者ほんとごめんなさい。あ、それでね、やっとね、昨日、確定申告終わりました。長かった。パソコンでね、作ったね、書類をね、届けにね、江東区のね、税務署に向かったのね。したらね、会場がパニックになってんのよ。で、これなんだと思ったんだけど張り紙がしちゃったのね。で、あと職員の人もなんか押しかけてるおじちゃんとおばちゃんたちにさ、いや、実はね、作成会場変わったんですってなんか説明してたのね。どうもね、ちょっとパソコンとか持ってなかったり使えない人用にさ、あと、なんていうの、ちょこっと使える人にもさ、パソコンいっぱい設置して、で、これこれこういう風にしてね、作るんですよって教えてくれてる、そういうさ、作成会場みたいなのが、去年まであったのよ。でもね、今年からね、中央区のね、なんか、築地あたりに国税局かなんかの新社屋ができて、そこにね、まあ、江東区とか、多分中央区とかもそうじゃない、あと周辺の区の人たちも、そこでね、作成するようになったんだって。それをね、前もって告知してなかったからね、もう、知らないでね、訪れたらね、おじちゃん、おばちゃん、あとね、ホステスみたいなお姉ちゃんとかね、あと、もう、明らかにね、そっち系の人とかね、ヤンキーとか、まあ、下町だからね、まあ、そういうね、負のね、負の住人の人たちがね、ぶち切れまくってんのね。で、聞いてねえよとかさ、もう、聞いてねえよ、まあ、それはね、まあいいんだけど、かかってこいよとかさ、さすがね、江東区ですよ。いや、わかったから、お前、とりあえずかかってこいよって職員の人にね、凄んでる人とかいたんだけど、中にいたね、おばちゃんね、一人すごいこと言ってたよ。わかった、じゃあね、作ってやるから、うちに来いって。え？ファン君ね、初めて知ったんだけど、自分でさ、作ったさ、確定申告の書類ってさ、税務署の人がさ、取りに来てくれるシステムってあったの？おばちゃんがね、作ってやるから取りに来いよってね、わざわざね、ここまで来てね、なんていうの、作れないんだったら、まあ頑張って家で作るから、家に取りに来いよって、もうまたね、ここにね、来るね、体力ないわって。すごい凄んでたよ。あのおばちゃんね。面白かった。それでね、書類ね、作ってないね、ホステスのお姉ちゃんとかおばちゃんとかがね、自分たちの前にね、めちゃくちゃ割り込んできたのね。で、周りの人たちはね、ふざけるなとかね、いやもう並んでるんでってね、言ってる人もね、何人かいたけど、もう、黙ってる人が多かったのね。だってさ、
無駄だもん。だって書類作ってないのにさ、作ってる人たちがただ提出するだけの列に並んでもさ、だってその書類作ってないから弾かれるだけじゃないいや、無駄なことやってるなって人がいっぱいいてさ結局ね、係の人のね、前に行った時に書類提出してくださいって言ったらね、いや、ここね、会場なくなったから作ってませんよって、いや、じゃあ、ちょっと列から外れてくださいってうん、ことごとく弾かれてて、うん、そりゃそうだよ提出するだけの列なんだもん、うん、いや、もうさすが江東区だなってね、再確認しましたよ面白かった、うん、あ、それでね、相談のコーナーですが、いっぱいね、来てしまっているので、ちょっとね、時間かかりますので、いろいろよこしてくれた方、お待ち遊ばせです。それではね、今夜ね、一つだけご紹介したいと思います。時間かかってしまってビューさん申し訳ないです。僕は YouTube の方ではなくニコニコの方を視聴してますが、最近東京刺激クラブの動画を見ていると、ニコニコ市場という広告のところに関連商品として森まさこの先生という CD が頻繁に紹介されています。ジャスさんは本当に森まさこなんじゃないかと思うようになってしまいました。ジャスさん本当にまさこなんですかいや、まさこのはずないでしょうよやめてくださいよ雅子なんですかってどういうことですかもうめちゃくちゃですよ違いますよまたね、明日もね、相談にね、お答えしたいと思ってますので、まだ読まれない方、少々お待ち遊ばせです。今夜はここまで、じゃあねー。確定申告ね、行った場所のね、近くにね、激安のね、お弁当屋さんがあるってね、情報をね、いただいたんで、早速訪れてみました。200円でもね、この中になんとメガ盛りのお弁当があったんでね、がっつり業者とも行っちゃった。ファンク思うんだけど、こっちの方がハイカロリーじゃね。次回、ご期待。